パピリリーチャンネル。どうもパピリーです。今日は10月31日ですね。北の方からね、今日は強風が吹いてる日なんですけどもね、気温も今日最高10度ちょっとかなっていう日でね、バイクに乗ってるような日ではないんですけどもね、今日はね、秋田市のちょっと南側にあるねラーメン屋さんに行こうと思って出かけてきました。あんかけラーメン、器からね溢れ出る具が売りなんですよ。ちょっとね皆さんに紹介したいと思いましてね、ちょっと撮影しに出かけてきましたっていうのも食べてきました。まあこんな日にね乗らなくてもいいのにっていう感じなんですけども、やっぱり残り少ないんでね、できるだけバイク乗りたいですからね。気がついたらね、あと9000キロ超えしてました。うん。まあ、まずお腹減った。あんかけラーメン、食べたいな、早く。ね、体も温まりますしね。うん。これもちょっと仕事仲間からの情報でね、知ったんですけどもね。あそこのラーメン屋のあんかけラーメンはすごいよ。こうやってね。左側にあります。群馬の時ね、雨野さんがね給油したスタンドの手前にあるんですね。わー、車いっぱい止まってるな、混んでるかな。ここなんですよ、喜怒哀楽さん。食べたのはね、肉野菜あんかけラーメンってやつなんですね。であれで普通盛りで850円です。うわ、お腹いっぱいだ。最近食べればっかりいますね。痩せるって宣言したのにね。熱々で美味しいんですよね。あんかけですからね、なかなか冷めませんからね。細麺でね、食べやすくてね、ああ美味しかった。これからねちょこっと遠回りして、もうちょっとね 650F を楽しんで帰りたいと思ってます。この大森山の方に上がってきます。うわー、危ない、非常に危ないさっきから滑ってますよ。この辺は大丈夫かな。春先はねここ桜のね散った花びらでね滑って危ないんですけども、気をつけて。
焦った、倒れてると思った人が。頂上の駐車場に着きました。ちょっとね、展望の方に決めようかな。入って音声は使えないかな。大森山の展望台の方に上がってきます。ここでちょっと一休みしてきますか、ね、まだお腹重いもんですからね。